お、なんだ穴だ、穴があるぞ、おい。まさか、まさかまた発見しちゃった。え、嘘、これ地下壕じゃない、マジか。はい、こんにちは。道にありちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。ここは勝浦のへばらなんですけどね、今ちょっと小道歩きをしていたら地下壕らしきものを発見してしまいました。なんか上から降ってきてるな。まあとりあえず、まああまり深さなさそうな様子なんですけどね、これ濁穴じゃないですね、明らかに地下壕ですね。ということで早速侵入を試みようと思います。よいしょ。うわ、今のこれメールですからね。じゃあちょっとね、行きますか。あ、カメラも置いとこう。これあんまり2度3度入りたくねえな。よし、無視したりしないよな。大丈夫だよね、怖えな。いつもだったらヤクモさんが入ってくれるんだけど。うん、おお、結構広いですね。ああ、こっち側がまあ普通の堆肥壕ですね。わわわわわ、ゲジさんいっぱいいたな。ゲジ穴ってだけか。よしよし、どうしようかな。よいしょ。うん。なんかでもじゃあこの近くまだあるだろうね。これ軍堀ですよね、多分ね。ということでした。まあ小ネタですけどね。よいしょ。ということで以上です。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さっきの、ここら辺にもう一個あるんだろうね。多分ね、入り口ね。うん、さて、探索の続きやろっと。地下壕らしき穴、もう一個発見です。よいしょ。まいったな、入んなきゃなんないじゃん。いてここにぶつけた。くそ。はい、まあこんだけもうこれ入んない。よいしょ。よいしょ。あ、痛かった、くそ。取ったよね。よいしょ、ここね。はい、こんだけです。どっちだこれは、炭焼き窯かなあ。あいてて、痛いよ、くそ。折れちゃいねえな、くそ、参った。何これ、ちょっと見てみましょう。違うよね、違う、え、どう、わかんない、わかんない、
いや、これはヤクモさんに任せよう。よいしょ。ヤクモさん、このネタは差し上げますので、よかったらどうぞ。でもなんか、穴だよな。わかんないな。あっちにもつながってる。ちょっと。よいしょ。なんかよくわかんないですね。もういいや。